はい、こんにちは。タイの釣り堀パイロット111でバラマンディフィッシング、今回はですね、まあ先に言っちゃうんですけど、大物が釣れました。モンスターバラマンディ88センチ、なかなかのサイズです。使っているのはツララモレーナ53、5フィート3インチ。やっぱり短いのは使いやすい、あと軽いから使いやすい。あとはもうほんと魚かけてからがもうほんとね、バレない。で、使っているのはですね、先ほどのツララモレーナで、リールの方はスコーピオン DC ハイヤーモデルで、 P ラインは 2.55、 ショックリーダーでナイロンで40ポンドで、ルアーはジョイクロの128を使ってます。これ同じセッティングにしてもですね、ライン切られる恐れありますので、相当ドラグの調整ですとか、あとロッドワークですね、慣れてないとですね、私ここで1ヶ月に1回来てますんで、ある程度慣れてるんで、こういう細いラインでできるんですけれども、実際にはやっぱりね、50ポンド60ポンド使った方が初めての方には安心できるかと思います。当然ですね、細いラインっていうのは切られやすいんですけれども、ルアーの動きですとか、そういう面ではやっぱり秀でている部分があります。やっぱりですね、フックを重たくする分ですね、動きが悪くなります。あ、ここでなんか食いに来ましたね。これはヒットの予感ですね。本当、フックを重たくするとですね、やっぱりルアー動きが悪くなってしまうので、じゃあそこで何でカバーするかっつったら、まあラインを細くするっていうのも一つの手なんですよね。まあ切られるのが嫌だから太くする方も中にはいらっしゃいますけれども、やっぱりルアーっていうのは動かないと釣れません。まあうまく泳ぐ、あ、ここでヒットですね。ほんと出た瞬間ビッグバラマンディですね。まあモンスターと言った方がいいのか、ほんとモンスター級の大きさです。ここで手前に来て反転、これが一番ライン切られる恐れあります。一気に走るやついますから。でもう向こうに走ってる間はもう巻かないで、もうドラグを滑らして出していくっていう形でやっていくのが一番。ただですね、このやり取りがですね、まあ慣れてくるのと、あといいロッドを使えばですね、しなやかな曲がりですとか、あとはリールのですね、ドラグの性能、そういうのでカバーできますんでね、細いラインでできるっていうこともあります。で、今ちょうど浮いてますよね。こういう時にですね、首振っていきなり動き出すんですよ。でかいやつに限ってもうね、余裕かましてんですよ、こういう時は。で、こうなってるからといって思いっきり引っ張り上げると、もうラインブレイクほぼ間違いない。ここでリールのですね、クラッチ切っちゃってますから、一回ここでパッと走ったらね、もうラインブレイクです。ほぼ体にね当たってラインが、それでねピチンって切れちゃうんですよね。今の反転でですね、結構ですね、背びれに当たって切れちゃうっていうことが多いです。ですのでね、こういう時は走らせないとうまく。ほんと大きいのになればなるほど魚手動でやり取りをしないといけないので、まあほんと大きいのになればなるほどですね、こう近くまで寄ってきては反転して向こうに行ってっていうのが多いですね。ほんとこの釣りっていうのはタックルバランスすっごい重要です。何かを一つ強くするとですね、ほんと無理がきます。そういう人は釣れません。まあ私もね、初めやってる時はね、相当ラインも切られましたしね、どうやってやればいいのかっていうのを相当ね、考えさせられた時期もありました。ただね、今はもうほんといろいろ分かってきてですね、こう YouTube に上げてですね、お話もできるようになってきたのかなっ
って思うぐらいになったんですよね。ただですね、奥深いことは確かです。それがルアーフィッシングですね。本当いろんな道具をですね、使ってですね、変えたりして何がいいのかっていうのを自分なりに調整していって、タックルバランスをすごい良くしていくっていうのがやっぱり大物を釣るポイントですよね。うわ、まだ跳ねますね。本当モンスターですね。実際ですね、初めナイロンの40ポンド使ってた時はしょっちゅうバチバチ切られました。それで50ポンドにしたり60ポンドにしたりで、それからまた50ポンドにして40ポンドにしてって、あ、ここでやっと上がってきましたね。結構長いファイトで楽しめましたね。ですので本当腕より道具、本当重要です。本当道具選びがいいと、こういう形でビッグバラマンディが釣れるという、こんな88センチのバラマンディ、数ヶ月に1本しか出ないですから。88。本当ニューロッド買ってよかったです。どうもご視聴ありがとうございました。では。